皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。今日のちい散歩は聖蹟桜ヶ丘に来ています。ここはそうですね、新宿から特急で約30分弱のとこでしょうか。でも前から気になったんですが、この聖蹟桜ヶ丘って素敵な名前ですよね。でもどういう意味なんでしょうかね。あ、そうだ、あの萩野さん、すぐ調べてくれる？はい、わかりましたよ、ちいさん。聖蹟桜ヶ丘という駅名は、駅周辺が桜の名所であることから来る桜ヶ丘と、この地に明治天皇の御陵場があったことから聖蹟、この2つを合わせて付けられた駅名なんだそうです。あ、そういう意味なんですか。はい、ありがとうございました。はい、それを心にして歩いてみたいと思います。まず向こうの方から。この番組はテレビショッピングのハピネスクラブとご覧のスポンサーの提供でお送りします。毎週金曜日はもう一度見たいという声を多くいただいたお散歩を厳選してお送りする特選ちい散歩。今日は京王線聖蹟桜ヶ丘駅周辺をお散歩。いいとこだね。高いし、なんか穏やかで。そして昭和の風景を求めて給食を訪ねます。どんな味だったかな。もう少し荒っぽい、はいはい、そうです。匂いも味もしたように思う。つけた瞬間に腰がすっきり。コツコツ先生の新腰用サポートベルトをご紹介。あー、すごく気持ちいい。確かに下半身が軽くなったような気がする。あの、なんか腰が軽い。今日はちいさんが駅名に心惹かれた聖蹟桜ヶ丘周辺をお散歩。多摩川に面し豊かな緑に囲まれた町で、どんな出会いが待っているんでしょうね。あら、ちいさんどうしました？やたらと駅の周りにやっぱり桜が丘ってくらいなのか、駅の周りにこの桜の木がありますか。桜はいっぱいあるんでしょうね。確かに。桜の季節も綺麗だけど、ほら青空にこの赤い葉っぱが俺すごい好きなんだよ。いいな。ありがとう。笑ってくれてるよ。なんで笑ってくれたの？なんで笑ってくれたの？寒くない？これヘルメットいいね。気をつけてね。ね？寒くない？大丈夫？どうもありがとう。笑ってくれて。こっち曲がると多摩川に出られそうなんで出ます。あー、見える見える。いいね。俺このあの河川敷からこうバーンって出るときすごい好きなんだ。あの、だいたいこうやって少し小高くなってて遮られてるじゃん、景色が。それ上がりきるとファーって見えるじゃない。ああ、いいな。これは多分あの白鷺っていう鳥だと思うんだけど、まあ、今こう渡りでどっか休憩してるのかどうかわからないけど、昔この鳥がたくさん
田舎の方の田んぼなんかにいて、ザリガニだとかなんかそういうのをすごい土壌とか食べていた、無農薬をのばらめたみたいな昔ね。こんなにたくさんのシラサギだと思うけど、見たの何十年ぶりだろう大好きな多摩川の河川敷をゆっくり歩いたちいさん、さあ次はどちらへ向かいますか。昔懐かしいタバコという看板があの柿の木の下にあるが、なんか随分昔っぽい風景だな。ちょっと寄ってみようか。あ、みかんを取ってらっしゃる。これはお父さん、みかんの枝切りをしてらっしゃるんですか。ええ、みかんの枝切りですか。実を取ってらっしゃるじゃなくて、枝を取って跳ねて やんないとダメなんですか。そう、あんまり混んじゃってるから。あ、混んでるから。そう、風通しが悪いの。そうすると来、あんまり混んじゃうと来年こういう風にならないですか。ならない、ならない。そう、これ何のみかん。これは普通のみかんだよ。普通のみかん、うん、あ、食べてみな、甘いから。いい、そう、何か催促したみたいだな。いいよ甘いよ。はい、貴重なみかん少しいただきました毎年あのどっかのお宅を邪魔しては買ってみかんをもらったりするのが楽しみで。とてもじゃないからね。とてもじゃないけど食べてみますよどんな味かはいはい、甘い。甘いか。甘いっていうかもう味がすごく濃い。え、なんだ、持ってくなこれ。 あんまり褒めてもらっちゃったな、やらねえわけにいかねえやねえ、旦那うまいからよ。旦那うまいからね。その点で取っちゃうよ。ちょっとね、普通の八百屋で売ってるみかんよりね、濃いんだ味が。味濃いんですよ。なん？皮も柔らかいですね。もう寒くなるとね。濃いだろ。うん。こんなにもらっちゃったよ。いい子にだけあげる。そうそう。一人だからみんなに集めてもらうや。すいませんね、お父さんこんなにもらっちゃった。はいはいはい。本当にお父さんありがとうございました。大きな森がありますよ、行ってみましょう。あ、立派な立派な神社ですよ、小野神社。綺麗ですね。お参りしましょうね。いい色ですね。なんかいい風が吹いてるね。ああ、何この風は妙に清々しくない、詰めてる張り詰めてるというのかな。本当にいい風が吹いてる。綺麗だね、なかなか景色が。こんにちは。太鼓がすごいですね、この太鼓。ね、え、開けていただけるんですか。あ、どうもすいません。武蔵野国小野神社一宮。はあ、これどのくらいありますか。2メートル、6尺ですね。6尺叩くところが。はあ、ですから真ん中はかなり2メートルぐらいはありますね。僕の背よりも高い。すごいね。軽く叩いてみます。え、いいんですか。いいんですか。はい、近所迷惑になりませんか。大丈夫です。上まで響くよ。迫力あるな。
このみこしとか太鼓を出すのはうちの方の例大祭で今9月の第2日曜日と、4月の第1日曜日にあの抹茶祭りという抹茶様を祭ってありますので、その2回、みこしや太鼓あるいは出汁を、その時にはこれ、一般の方にも叩いてもらえたりするんですか？叩いていただきます。なんか 節があるんでしょ。でもただどんどん叩けばいいってもんじゃないんでしょ。そうですね、あの教わったのは七五三というような叩き方で、七五三、7つ、まあ、あの右手と左手と、そうですね、7と5つ3つというような形で、これで叩くんですか？そうですね、あのバチで叩きます。これ見るとさ、なんか僕は王監督が現役の頃のパッと思い出すような、なんかすごいなこれ。あ、今日は本当に貴重なものを探検させて、もう一回だけどうぞ。さわしい音だね。京王線聖蹟桜ヶ丘駅から出発した今日のお散歩。大好きな多摩川を散策し、ご近所のお父さんからは自家製みかんを枝ごと。精悍な神社で大太鼓に感動したちいさん。続いては、今日はあったかいな。なあ、最高だな。散歩日和だよ、それこそ。なんだろう、この花。綺麗だね。不要だろうかね。今の季節にこんなに綺麗に咲くんだね。南国の花みたいだね。こちら、そうですか。これは何て皇帝ダリアって言うんです。皇帝ダリア、日本のものじゃないですか。そうなんですよ、皇帝のように。しかも皇帝っていうのがありますよね、皇族の皇帝。そのダリアって言うんです。このぐらい大きくなんです。今年綺麗に咲いた。あんまり今の時期こんなに花が咲いてることはないから。そうなん、皆さんね、まあ、なんていう花です。皆さん褒めてくれる。増加じゃないですよね。増加じゃないです。ありがとうございます。皇帝ダリアだ。ダリアの一種。そういえば葉っぱがダリアのようだもんね。この一軒のうちとこの対照的に高層ビルがボーンと後ろに見える、この一軒のうちは何でしょう。長唄だ。ちょっとお邪魔しましょうか。お邪魔します。こんにちは。あ、いいですか、ちょっと、はいどうぞ。色っぽい音色が聞こえてきたもんですから。三味線の音色に引き込まれ訪れたのは、杵屋勝重次先生の長唄教室。じいさん、先生にお話伺ってみましょう。先生は本当に若くて、もう2年、3年で80やね、まだ。あ、元気だな。元気かな、やっぱり。やっぱりこれ歌ってるっていうのはいいんでしょ。大きな声出して、ね、歌わないと曲できませんもんね。もう歌好きや、私。何でもね、小歌でも歯歌でも何でも好きだけど。先生は厳しいでいらっしゃいますか。いいえ、お優しいですよ。お優しいですか。うん、お優しいけど、きちっとその場その場でもってご指導いただいて、私など70の手習いでございます。いやいやいや、でもいいことなんですよね。私はもうずっと一人で生きてきたから結構気の強いさんですけど、歌舞伎は好きだから。お若い時からですか。6つの6月の6日からそちらにある写真にある、やっぱり踊りな、踊りなんですよ。踊りやってたんですよ。で13で父が戦死しまして、お父様が出征なさる時っておいくつになりました。13。覚えてらっしゃいますよ。覚えてるなんてもんじゃないですよ。私ね、よくみんなに言うよね、私父が前座らしてね、父はこの戦では帰れない、生きて帰らない、おばあちゃんとおじいちゃんのことを前に託していいかって言いましたよ。私胸は13の私に、お嬢さんに、父も一人娘だ、息子だから、おじさんおばさんいないから。どんな思いでそれを気になりました。私、引き受けましょうって言いましたね。13の、そいっちゃなんですが、小娘が、父四郎さんは入隊8ヶ月で戦死。その四郎さんの遺言とも言うべき言葉通り、
祖父母の生活費を稼ぐため、17歳の時ダンサーを目指し愛媛から上京。しかし将来を考え、25歳の時三味線の道を選んだといいます。三味線なら貧乏でもこういうお金持ちでも絶対自分より下座へ座らせる気の強い人だから、みんなお金持ちだけど、ね、話が面白い私落語を聞きに来たわけじゃないんだからなんか楽しんでみんながねお稽古してもらって私中心にいたいし、根っからのその明るさは明るいのね。そうお聞きすれば、若い頃からご苦労もなさって、うん、そうもうただ幸せな だけだった青春ではないわけでしょ、うん、お父さんも早くなさって。そんな、なんで先生そんなに明るいんだと思う自分で。やっぱりお父さんのおかげでしょ、ね、おばあちゃんも立派だった、ね、おばあちゃんも立派だった、ね、ですね。こういうおばあちゃまに育ててもらいたいよね、今の若い人たちがね。本当に君幸せだね、これいらなくなった犬を、ね、君幸せだね、タダでっていうのをもらってきて、みんなで本当に育ててもらって、ね、おとなしいお利口だね。桃太郎の犬は家族と主人守るのね。キジは勇気があって、猿は頭がいいの、わかる？ちゃんと教えてるでしょ、いつもワンちゃんはどう聞いていきゃいいの？聞いてるでしょ。キジや猿褒められてもね、いいお話をたくさん聞いてた。じいさんでもずっと見てた。ありがとうございました本当にもう、何のワイさもございませんって言ってね、みんな腰元のつもりでこうやってやらなくちゃ、あんたね、本当歌を習いにというか元気をもらいに行ったような。元気ですね、こんにちは。こんにちは。一応見てますよ。どうもありがとうございます。危ないでしょ。いやいるんですね、ああいう元気な方が楽しいよね。あ、素敵なお店です。これちょっと読んだだけでうまそうじゃない大きな栗をね、ほっこりとってのはいいね、はい、これはあのお客さんでも外で食べる方もいらっしゃる。はい、よく外で召し上がられてる。そうですか。これはこういうもので食べるよりかじった方がいいわ、はい、で、はい、ほっこりだわ。ハゼの木。ハゼ。いいでしょ。綺麗だね。ねこんなになっちゃった。もう種からだからね。種から。ハゼってあの山のあれハゼの種。そう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 。いいとこだね。高いし、なんか穏やかで、おお、見晴らし良くなってきた。まあ、ずいぶん高台に来ましたね。ほら、綺麗だな。今の時期のこの葉っぱの色。ほら、な。長く続きますよ。まだ登ります。これ上がれば終わり。じゃあ上がろうよ、せっかくだもん。本当にお元気ですね。大丈夫だよ、途中休めば。長谷川休んでいいよ、しんどかったら。大丈夫です。せっかくここまで来たら上がんなきゃまずいでしょ。苦しい後にはいいことがありますよ。はい、しそうだといいんですが神社があるからお参りしとこうああ、コンピラ様だ。いい面でしょ、ぜいぜいしながら上がってくるのってね。
上がりきったら気持ちいいよね。スタッフはバテバテということで、こちらを散歩の終点にしたちいさん、いつものように一日の思い出を絵手紙に。ではおさらいです。多摩川沿いを散策し、枝ごとみかんをいただきました。青函の神社では大太鼓に挑戦、粋な長唄の先生にありがたいお話をいただき、いろは坂を登り切った3時間で6468歩のお散歩でした。今日のちい散歩、聖蹟桜ヶ丘、名前はどうしてなのかなっていう、やはり名前に、ふさわしい、ところでした、山あり川あり、広々した空間あり、とっても散歩にはいい町だなという思いがありました。特に、出会った人々からとってもあったかいものを感じました、みかんをくれたお父さん、長唄の師匠、とってもなんかこういい人たちに出会ったような散歩でした、そんなんで今日の一枚の絵は、みかんを無理やり入っていったらみかんをパキンと枝ごと折ってくださったお父さんの絵を描いてみました、後ろ の古い、やや古いこうタバコの看板が、なんかこの対比がとっても印象的でした。そんなんで今日の一枚の絵とします。と思い出すあの頃の景色、胸が熱くなる記憶とともにあるのは忘れぬ昭和という時代。そんな思い出をたどる散歩に出かけませんか。その脱脂粉乳飲んだことは覚えてる。ああ、覚えてらっしゃいます。脱脂粉乳は覚えてますよ。その時は美味しいとかまずいとかって分かんないよね。ただ飲んでただけだからね。強制的に飲まされたみたいなもんだからね。 あれしかなかったから ね、一番美味しいもんだったから。主食はパンだった。ご飯もあったり、ご飯もあったり、うん、で美味しかったけど、美味しかったです、美味しかった、はい、そういうイメージがある、はい、脱脂粉乳って美味しかった、まずかった、だけど、ま、飲まされるって感じだった、飲まされるって感じです。世代はもちろんのこと、地域によっても学校給食の印象は様々。その歴史を語る上で欠かせないものが、苦手な人も多かった脱脂粉乳と、こちらは人気も高かったコッペパン。戦後日本の食生活が急速に欧米化していった背景には、この学校給食が大きな影響を及ぼしたとも言われています。口の中にその思い出が今も残る。今日は戦後日本を変えた学校給食から昭和を訪ねます。ちいさんが向かったのは、懐かしい昭和の学校給食が食べられるというレストラン。こちらですね。こんにちは。あ、こんにちは。こちらのお店で食べられるのは、主に昭和40年代の給食を再現したもの。今回お話を伺うのは、大学教授の金田さん。かつては栄養士として30年もの間学校給食に携わってきたという方です。あの、小さい時にあの青花垂らしたり、ああ僕はあのみんな子供たちそうでしたよね、今子供そんな子供いないでしょ、ね、だからやはりあの当時はそういう状態、非常に衛生状態も悪くて、うん、そういう状態でしたから、うん、やはりこれからその国を再建するというか、あの元気な日本国にするためには、やはりまず子どもにという、うん、学校給食は明治22年山形県で始まったと言われています。その当時の献立はおむすびに塩鮭、そして菜っぱの漬物だったそうです。当初はお弁当に困る児童向けだった給食、それが昭和に入ると各地の小学校へと広がっていきます。しかし戦況の悪化とともに、学校給食は中断を余儀なくされることに。
小学校の何年か定かじゃないけど途中から脱脂粉乳のみを持ってこれる子はお弁当を持ってきて、はいはい、お弁当の持ってこられない子はその出された脱脂粉乳だけは飲めるというような時代のような記憶が、それは間違いないですか、間違いないですね、最初から全部給食完全給食ではなかったんですね。いえいえ、あの物資がなかったものですから、それだけ食料がなかったものですから、まず最初に始めたのがやはり脱脂粉乳なんですね。昭和22年アメリカから援助された脱脂粉乳、牛乳から脂肪分を取り除き、それを乾燥させた粉状のミルクはタンパク質やカルシウムなど栄養価も高く、食糧難にあえぐ子どもたちの体格向上に大きな期待が寄せられていました。そして昭和25年にはコッペパンが登場、アメリカから寄贈された小麦粉がそのきっかけでした。一説には当時アメリカで大量の小麦粉が余っていて、将来的に日本に売り込めるようパン食を根付かせるための戦略だったとも言われています。いずれにせよ主食にパンが用いられたことで日本の食生活は劇的に変化していくことに。これが今もしこれ20年代なんですね。スタート当時 の、 あのパンの量なんです。あパンの量ですね、はいはい、今小さくなってますね。というのは、このコッペパンに脱脂粉乳におかずが1品ぐらいだったんです、スタート当時は。当時はそれが今はあのこの半分ぐらいの量になって、その代わりおかずがいろんなおかずがついてますよね。これを先生は食べきれないぐらいあった。食べきれなかったですね、で残ったものを持って帰って、うちへ持ち帰ってましたね。お砂糖をまぶして食べた、そうなんですよ。おやつでした。貴重な貴重なおやつでした。あ、そうですか、お待ちどおさまです、はい、これは今あの、特別今日我々のためじゃなくて、こういうメニューもこのお店にはあるんですか。はい、やっております。クジラ店の貴重な、日本人にとっても貴重なタンパク質でしたね。これは皆さんあの思い出す一品でしょうね、そうですね。ただ当時はもっとあの 固かったですね、そうですね、脱脂粉乳を久しぶりに飲んでみようと思う、これがそうですね、どんな味だったかな。当時と比べると随分品質的にも違うと思う。穏やかかもしれません、もう少し荒っぽい、そうです、匂いも味もしたように思うけど。高度経済成長を経て学校給食のメニューは多様化していきました。苦手な子どもたちも多かった脱脂粉乳に代わって牛乳が登場。そして当時家庭でも食べられていなかったさまざまな洋食が献立の中心に。学校給食は徐々に欧米化していきました。あの極端なことを言うと40年代というのはあの主食がパンで、それにふさわしい洋風化の食事が、一応やれるよ、食べられるようになったのが40年代だと思います。それまではあの例えばあの30年代はですね、このコッペパンに脱脂粉乳になんかあの魚の煮たのとか、ちょっとパンではおかしいんじゃないのというようなものをやらざるを得なかった。今聞くと食べたいけどね。そうです パンに合う学校給食の献立は子どもたちだけでなく、その後の日本全体の食生活に大きな影響を与えました。一方で学校給食の廃止論も持ち上がります。親が作った弁当を食べることで親子の会話と絆が生まれると、廃止が議論となった地域も多かったそうです。勝手なお弁当を持ってくるのも悪くはないけども、それはそのうちによっていろんな事情があったり、前の晩の残ったおかずを入れなきゃならないうちがあったり、そうじゃなく人の3倍ぐらい贅沢なお弁当を持ってくる子がいたりするけども、全部同じように同じものが食べられる、同じところで作った同じ味のものは全部食べられることによって学ぶことっていうのもたくさんありますよね。あの食から学ぶことっていっぱいありますよね、学校給食というと、今私小さんとこうお話できるように、初対面でも話ができますし、子供とおじいちゃんとでも一緒に話ができるというのが
やっぱり私は素晴らしいんじゃないか、素晴らしいですよね、と思っています。何とも思わなかった、その頃このことをテーマにしなければ思いもなかったけど、こう一つお話をさせてもらえば本当に立派なことですね。立派で素敵で皆さんそれに恩恵をいつの間にか被ってきたということですよね。そうですね。食の乱れが指摘されている今、学校では食育が盛んに行われています。ラーメン美味しいでしょ。はい、はい、インスタントだよね大体がね、はい、インスタントラーメンだから食べないようにしようって思わなくてもいいんだよね。給食見るとラーメンだけじゃないでしょ。もやし、トウモロコシ、トウモロコシ、ネギ。バランスの良い食事の大切さを教えることで、子どもたちの方から保護者へ働きかけ、家庭で作る食事を変化させる狙いがあるそうです。カロリーなり なんか栄養感のあるものは、タンパク質はこれだけ必要だというのを割り出して、それに基づいてるんですか。そうですね。一つ一つの行政にそれは任せてるんですか。実際に子どもたちの家庭の食生活を調べて、それでその不足しがちなものは給食で補いましょうね。そうじゃなくて家庭で取れるものはじゃあ1日のうちの1食だから3分の1にしましょうねという、きめの細かいそういう裏付けがきちっとしておいて食事を作っているんですね。はあ、そうなんですか。はい、はあ、そういうの聞くとびっくりするな。はあ、今では当たり前の献立も学校給食から広まっていったものが少なくないといいます。戦後日本の食生活を変えた給食は誰もの記憶に残る懐かしい昭和の味。このコッペパンをかじりながら出てきましたけども、もしこの学校給食が戦後我々も含めなかったらどんな国になっていたのか、大げさに言えばそこまで考えてもいいんじゃないでしょうか。この学校給食、未だに脈々と健全な形で受け継がれているということが、なんか世界に日本が自慢していい、誇っていいような文化の一つだとつくづく改めて考えさせてさせられた一日でした。貧しかった時代から豊かな時代へ、時を経てもそれぞれの舌に染み付いて忘れられない味。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は腰痛改善体操です。両手を組んで上半身を真横にねじります。顔は正面に向けます。反対側にも同じように行ってください。小さんぽから生まれた名物体操コツコツ10秒体操が本になりました。やり方が一目でわかる DVD 付きです。ぜひお近くの書店でお手に取ってみてください。